次の議題は原子力災害対策指針の改定案についてです。これは1月30日からパブリックコメントを募集しておりましたけれども、その結果とその対応も含めて金子防災課長からお願いしたいと思います。いただいたものは電子メールが多ございますが、郵送ファックス等でいただいたものもございました。最終的にこの期間にお寄せをいただきましたご意見3155通ございました。多くいただいたものにつきましては、今回設定をいたしました OIL の基準の水準が非常に高いといったようなご意見、あるいは UPZ、PAZ の範囲が狭すぎるといったようなご意見、それから緊急事態区分の段階でもっと早く避難を開始すべきであるといったご意見、それから先ほど申し上げましたパブリックコメントの期間が短すぎるということ、あるいは住民へのヒアリング、あるいは説明会といったものを事前に開いてほしいというものが、ある意味こうセットのような形で数多くいただいたものが多くございました。もう無視しないでくださいよ、ちゃんとみんなの声聞いてください。まだ少しその EUL の一体どうやって国民は意見を言ったらいいんですか。パブコメ出しても聞いてもらえなかったらどうやって意見を言ったらいいんですか。パブコメを反映させる審議を入れてください。きちんと1回は。そうだそうだ、無視じゃないか。これじゃあパブコメの意見を反映するために戻してください。なんで無視意見を聞いてくださいよ。それも分かってない。きちんと議論してください。話だけ分かってダメだよ。パブコメ無視する意見を反映してください。どれだけ努力したか、考えたか、勉強したか。まず東京電力福島第一原子力発電所事故、東京電力福島第一原発の事故の事後対策の一つである健康管理について、災害対策指針の延長線上として提言を行っていくというのは我々の役目として当然あるべきものであろうということで、考えております。提言となっている以上は、これはその国がって書かれているけども、その公表、規制委員会として公表するだけなのか、それともその誰か受け取る人はいるんですか。誰かのところへ出すんですか。これ、相手先というのは、ある意味政府全体になるのではないかというふうに考えております。省庁の中でどこが一番関係が深いかといえば、ヒアリングにも呼びました環境省ではないかというふうに考えております。提言というからにはどこかが責任を持ってその提言を受け止めてくださいと言って初めて提言なので、ちょっと何を心配しているかというと、国がって書いてしまうと、私たちも国の機関の一部ですから、提言という形にならないんじゃないかというふうに思うので、少し考えていただきたいと思います。この国が何を指すかということについては、私ども実は内々検討しております。それで、その点の調整現在しておる途中でございますので、その点ご理解いただければと思います。提言を受け止める方は、この実際に健康管理をやっているところ、そこに向けての発信だというふうに解釈していただいてもいいと思います。そのやはり住民の思っている気持ちに寄り添ったものになってないというところがやっぱり最大の課題だと思うんですね。だからそれは提言は各省に出すとかっていうどっかっていうこともありますけれども、一番上はやっぱり首相にまで持ち上がるぐらいのことをやっぱり考えた方がいいんではないかというふうに思っています。具体的にはやはり予算措置とかいろんなこういうことも必要になりますので、そういった意味での提言になればというふうに私は思っています。どこがこれを主として対応を取るかという、その辺の確定についてですね、よく検討してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。